では解散。いや全然違うな今までとパターンが。さあ夜の行動、んー何してんのあの二人何してんだろう。あっていうか待って、なんで急に桐原とか仁王とかのさに噂が突き出したの、意味わからんのか。え、待って、なんで真田の好感度こんなに上がってんの、意味がわからん意味がわからんのんだが。お嬢ちゃん、暇か。ね、待って。ね、何回来るの君、ほんと。3回目なんだけど。ね、本日3回目なんですけど。さすがにしつこすぎやろ。あ、手塚さんと真田さん、何話してるんだろう。雪村は順調のようだ。ああ。雪村の話か。退院したばかりだから。本来ならこの合宿はやめさせようと思っていたのだが、本人のたっての希望で参加した。さすがだな、これで陸海はまた強くなるか。まあそもそも強いんですけどね、雪村さん抜きでも関東大会では戦力やばいからな。全国ではそうはいかんぞ、我が陸海の全国3連覇は揺るがん。俺たちも負けるつもりはない。できれば決勝戦で当たりたいものだな。お前たち声楽を叩きのめして全国制覇に花を添えたい。まあ希望通りね、決勝戦で当たるんですけれども。お前とは公式戦でまだ戦っていなかったよ、真田。戦うフラグじゃん。うん、越前にリベンジもいいが、お前と真剣勝負できればそれが一番。手塚と対戦したい人めちゃくちゃいるもんね。だってね、しかしその前に確認したい。大人気。左肩の方はもういいのか。無論だ。肩か、腕じゃなくて肩か。左肩、もしかして手塚さん左肩を怪我してたの。そうか、では以前のお前の力を見ることができるのか。全力のお前を。待てよ、でも手塚はさっきなんか落石からかばってくれた時さ、なんか肩痛そうにしてたんじゃなかったっけ。ああ、期待してくれて。声楽大石さんは足くじくし、手塚さんは肩痛めるしでボロボロなんだけど、これ大丈夫ですかね。うん、それは楽しみだではなもうやだこの人の笑い方こんな笑い方する人なかなかいねえよ。あ、それでさっき手塚さんは左肩を。どうしよう、私のせいで怪我が悪化してたら。やだね。手塚さん。どうした？肩は大丈夫ですか？肩？ああ、昼のことか。大丈夫だ。なんとかね。え、本当に？でもさっき手塚さんは肩を怪我していたって聞きました。盗み聞きしました。もし私のせいで怪我が悪化してたら。心配はいらない、軽く小石が当たっただけだ。俺も少し過敏になっていて。でも普段からさ、あんなに何があっても表情に出ない人なのにさ、その時に限って表情に出ることなんてあります？絶対痛かったんでしょう。本当ですか？少し見せてみてください。え？疑り深いな。え？見せていただけるんですか？いや、なんだこれ？なんだろう？なんでそんな、手塚さんなんでそんなにエロいんですかね？どうだ？別にあざになっているわけでもない。それ以上気にするな。めっちゃセクシーなんだけどこれ。あ、はい、よかったです。あ、でも特にこう動揺したりとかないんだね。余計な主人公的に。すまなかった。そんな、私はただ手塚さんのことが、その告白すんのか、
あ、はい、何でしょう。俺のことを気遣ってくれたのは嬉しく思う。ありがとう。あー、いい、あー、はい。いや、はい。いや、はい。めっちゃ、え、何？え、いえ、こちらこそ。手塚さんってなんかこんなに柔らかい人だったっけ？変わりすぎでしょ。メガネ三人衆が話している。てか、マジ、野球とかさ、ニオとか思ってる噂ってあれ、真田の噂だ、噂だよね、絶対ね。手塚さん、星を見てるんですか？ああ。ここは本当に星がよく見えるな。来た、星。そうですね、都会じゃ考えられないほど星がたくさん。うん。降るような星空というのは、こういうのを言うんだろうな。毎回あれだな、星空見てんな。いろんな人と星空見てきたな。そういえば。じっと見てると吸い込まれそうです。ああ、本当に綺麗だ。あ、流れ星。金金金。何か願い事をしているのか。はい、金金金って願いました。あ、はい、みんなが無事に帰れますようにって。ああ、そうか、そうだな。え、何？なんか違うことお願いしていて欲しかったんですかね。でも手塚さんと両思いになれますようにっていうのは3回言うのはちょっと厳しいものがあるかな。あ、大丈夫だ。え、何ですか？なんかさっきからめちゃくちゃ名前呼ぶんですけど、呼ばれるんですけど、何なんですかね。はい？いや、何でもない。え、え？気にしないでくれ。気になる。もうそう言われるのが一番気になるんだけど、言わないなら最初から言わないでもらってもいいですか？はい。いや、こっちとら2年生なんで3年生のあなたに何でもないって言われたら、気になってもしつこく聞けないんですよ。手塚さん何か言いたそうだったけど。何でもないって言われたら、それ以上深く追求できないでしょうが。こっちとら2年生ぞ。いやー、めっちゃ噂出てんなー。まあ噂はね、クリアした後でも、また回収できるし。手塚さん疲れてませんか？いや。大丈夫だ。そうですか。どうかしたのか。その、いつもお世話になってるので、疲れてるようなら肩を揉もうかと思ったもので。手塚はじいちゃんか。そんなに気を使う必要はない。だが、そうだな。せっかくの申し出だ。やってもらおうか。マジっすか。いいの？はい、任せてください。これでも肩揉みは得意なんです。彩香もうまいって褒めてくれましたし。ほう、それでは期待しよう。いやー、手塚さんが心を開いているのがよくわかる。どうですか、おじいちゃん。もう少し力を入れても構わないな。あ、はい、これでどうですか。めっちゃ力入れてる。そうだな。なかなかいい感じだ。よかった。それじゃあもう少し。いや、もう無理をしなくていい。かなり力を入れているだろう。その様子ではお前が疲れてしまう。結構肩凝ってるんですね、手塚さん。あ、はい。すんげえ短時間だったぞ。すみません、やっぱり男の人は違いますね。肩幅が広くて大変です。謝る必要はない。こちらこそ疲れが取れた。ありがとう。優しい。ちょっとしかやってないのに。絶対あんなのじゃ疲れなんて取れるはずないのに。大してお役に立てなくてごめんなさい。気にするな。お前のその気持ちだけで十分だ。優しい。手塚さんが優しい。あ、はい。普段のあの厳しい感じが全然、あれだね、嘘のようだ。いやー、なんかやらかしても主人公、なんだ今のは。
ロッジから手塚さんが憩いの場に移動していく様子が見れたけど、今のは果たしているの、いるんか今の。なんだよ今の。ん？何？え？あれ？手塚さん、あんなところで誰かと話してる。あれは、跡部さん？いや、真っ暗すぎて何も見えんのだが。いや、出てきた。まずい事態になったな。ああ。予定よりかなり早い。なるほどね。このままではスケジュールを半分も消化できない。大石が龍崎先生見つけたっていうことを報告してんのか。それにしてもそんなこそこそ言わんでもいいんじゃないのって思ってしまうけどな。たく、どうじ踏んでくれるぜ。とはいえ、起きてしまったことはどうにもならん。龍崎先生怒られてる。対策を立てねばなるまい。アトベ様に怒られてますよ先生。しばらく時間稼ぎをするしか手はねえだろう。計画自体を見直す必要もあるだろう。期間を短縮するなりの手は打たないと。そうだな。聞いてしまった。今からこの調子じゃこの先いつどうなるか分かったもんじゃねえからな。だがあまり請求にことを運びすぎると危険も増える。あまり無茶させたくねえしな。ああ。とも明日一日は様子を見ようと思う。かなり強引になるな。大丈夫かな、私バレないかな、私の存在。甘いな手塚。そこはビシッと締めねえと余計なトラブルを招く羽目になるぜ。俺は俺なりのやり方で。主人公動くなよ絶対に。バレるなよ絶対。そうかい。ま、お手並み拝見と行くぜ。あとめ、お前の方は問題はないのか。問題なさそう。全くなしってわけじゃねえ。あ、そうなんだ。だが、お前んとこに比べりゃマシだな。あれか、あれか、比嘉中の連中か。一番問題起こしそうだもんね。ただ、連中バカンス気分が抜き上がらねえのが困ったもんだ。連中バカンス気分が抜き上がらねえ、誰だろう。ならば、そちらこそ全体を引き締めるべきだろう。ああ、言われなくても分かってる。明日からそのつもりだからな。誰だろう、バカなんつ気分が抜けない。もう、まあ全体のことなのかな。今回の件は、お前の方から連絡を入れておいてくれ。ああ、分かった。じゃあな。ふぅ、バレなかったぜ。一体何の話？手塚さん、私たちに何か隠してるの？ああ、よかった、バレなかった。バレなかった、セーフ。おっと、なんだ？手塚さんと跡部さん、何の話をしてたのかな？あ、手塚さん、何でしょう？散歩か？夜ももう遅い。あまり出歩かない方がいい。まあね、行動ポイント消費してもう寝る前の時間だろうからね。あ、はい。うん、なんだ。さっき、その、偶然見ちゃったんですけど、手塚さん、跡部さんと何か話してませんでしたか？聞いていたのか。やべ、それ言っていいんか。すみません、聞くつもりはなかったんですけど、でも何の話をしてたのかはさっぱりわからなくて。そうか。ならいいんか。俺と跡部が話していたことは口外しないでほしい。どうしよっかな。はあ、手塚さんがそう言うなら。すまん。はい。そろそろ寝なければ明日に差し支えるぞ。気になるなぁ。あ、はい、おやすみなさい。まあ、気になるよな、主人公からしたら。おやすみ。特に何の理由もなく、口外しないでほしいとだけ言われるっていう。どうしたの？なんだか元気ないみたいだけど。隠し事されてるからさ。そうかな？もしかして、お目当ての人とうまくいってないとか？まあ半分間違ってない気もする。それは
ちょっとそういうのじゃないんだから。あらら、なんだか深刻そうね。こちらは全然深刻そうじゃないですね。ねえ、跡部さんの様子ってどう？どうって別に変わった様子はないと思うけど。そう、やっぱなんかあったの？うん、いいの、気にしないで。まあね、口外しないって言っちゃったから、約束したからね。うん、そろそろ寝よっか。うん、ランプ消すね。この辺も全部違うんだね。パターン違うわ、今までと。おやすみ。おやすみ。おやすみ。さあ、これどういう風に、ね、ネタバラシするんだろう。すごい気になるなぁ。ってかね、キーワードがマジで集まらん。手塚ついに、だっているんだもん。あと4つもあるしさ、全然集まらないよ。まあ集まらなかったらね、いつもの通りあのエンディング迎えた後に全部回収していくんで、よろしくお願いします。はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。また次回も見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。